千代ちゃんのお時間です。角のある動物といえばてめえら人間はサイヤウシ、鹿などを思い浮かべることが多いと思います。しかしこれらの動物はどれも捕食動物ではありません。それではなぜ肉食性の動物は角を持っていないのでしょうか。そこで今回は角のある肉食動物がいない理由について詳しく解説していきたいと思います。千代ちゃんでは生物の解説をしているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。本来生物学的には角は基底目の一部や偶底目などの哺乳動物に見られる角質または骨質突起のことを指しますが、一般的にはそれに似た円錐形その他の形状の突起のことも角と呼ばれています。哺乳類の角の役割はまず武器としての使用が挙げられます。頭部にあって上や前を向く角はやや頭を下げた時に視界方向に突き出す形をとり、天敵から身を守る武器として適しています。これは同時に弱点の喉元を守る防御姿勢にもなります。例えばサイの角は骨質の芯がなく、ケラチンの繊維質の集合体でできており、白サイや黒サイでは最大 1.5 メートルにもなります。この強力な角は肉食動物に抵抗する時などに使われ、相手を撃退することができます。一方大型ネコ科動物やオオカミ、クマなどの大型捕食動物は食物連鎖の頂点に存在するため、そのような防御策を講じる必要がありません。その代わりに頂点捕食者は狩りの時、強力な筋肉と鋭い牙、そして獲物を捕まえるのに適した爪などを頼りにします。角は向かってくる捕食者に致命的なダメージを与えることができる一方、逃げる相手にはあまり効果的ではないからです。角は天敵から身を守る以外にも、同種内において集団での地位の確認やメスや餌場の取り合いなど、オス同士の威嚇や喧嘩の武器としても使われます。そのため大きな角を持つオスはメスを得ることができ、より多くの子孫を残すことができます。しかしこれは代償を伴います。近年の研究で角の大きいビッグホーンのオスは小さい個体よりも寿命が短い傾向にあることが分かっています。このことから素早く敏捷であることが優先される捕食者にとって、大きく成長した角は重くかさばり不便であると考えられます。中生代に遡るとアンキロサウルスは楕円形の骨盤と骨質のスパイクで構成された装甲を持ち、トリケラトプスは3本の巨大な角を持っていました。一方ティラノサウルスは防御のためのものは持ち合わせていませんでした。生物はより有利なものを得るために何かを犠牲にする必要があります。捕食動物は素早くそして効率的に獲物を捕らえるため角を持たない傾向にあると考えられます。しかし中には角を持った数少ない肉食性の恐竜が存在していました。それが白亜紀後期に現在の南米大陸に生息していた獣脚類の一族、カルノタウルスです。カルノタウルスは全長が 7.5 から9メートルに達し、主に小型から中型の恐竜を捕食していたと考えられています。カルノタウルスという名は直訳すると肉食のお牛で、その名の通り目の上に大きめの円錐状の角を持っていました。この角については捕食の際獲物の体に傷をつけそれを押し広げる同種族間での儀式的闘争に用いたなど様々に解釈されていますが、未だ結論は出ていません。もっと小さな生き物の中には角のある捕食動物を見つけることができます。東アフリカ原産のジャクソンカメレオンのオスは見事な三本角を持っており、恐竜のトリケラトプスを彷彿とさせる姿をしています。これらの角は縄張り争いやメスの奪い合いの際に使われます。ジャクソンカメレオンは主に小さな昆虫を餌とし、彼らは襲撃できる範囲内に獲物が近づいてくるまでじっと動かずに隠れています。そして舌を突き出す動作で最大で自らの体長の2倍離れた獲物を捕食するのです。ジャクソンカメレオンほど立派ではないにしても、ヘビやトカゲなどではトゲトゲした鱗の装飾で頭を飾っている種がいくつか見られます。彼らは哺乳類と違い、餌を捕まえる方法によっては角がある方が有利となる場合があります。研究者らは学術雑誌 Biology Letters 角のあるトカゲやヘビの圧倒的多数が獲物を追いかけるのではなく待ち伏せして襲うと報告しています。
角やその他の突起物はほとんど動かない生物にとってカモフラージュになる一方、より活動的な種にとっては獲物や捕食者にその持ち主の存在が見つかってしまう可能性が高くなると科学者らは述べています。トカゲやヘビなどの有鱗目は進化の過程で頭頂部や鼻先に何度も角を発達させてきました。研究者らは有鱗目の進化時にマッピングし、この突起が約69回それぞれ独立して進化したことを発見しています。これまでの研究において角には求愛、防御または天敵から発見を逃れるために体の輪郭を隠すなど様々な機能があることが示唆されてきました。しかしベルギーアントワープ大学の爬虫類学者フェデリコ・バンフィシらは狩りをするときによく動き回る種にとって角によるカモフラージュは役に立たないのではないかと考えました。角によるカモフラージュが役に立っていない場合、または角が生物の動きを妨げる場合、より活動的な種では突起が進化しない可能性があります。そこでバンフィシらは有鱗目を分類したデータをまとめ、1939種の異なる種のうち175種が角を持つ種であると結論付けました。そしてこの角のある175種のうち164種全体の 94% が比較的静止した待ち伏せ型のハンターで、わずか11種全体の 6% が活動的な捕食者であることを発見したのです。このように確かにより活動的な捕食者よりも待ち伏せ型の捕食者において角がはるかによく見られます。そのためバンフィシは角は一部の種にとってはメリットとなるかもしれませんが、他の種にとっては負担となるかもしれないと語っています。たくさん移動する必要がある動物は頭上に大きな突起物があることで不利になる可能性があります。それは角のような目立つ構造がある場合、移動中に獲物や捕食者から見つかりやすくなるからです。この考えは理にかなっていると、ニューヨーク大学アブダビ校の進化生物学者テオ・ブッシャウ氏は言います。頭の突起が待ち伏せ型の捕食者にとってコストにならない場合、それらは長い間個体群の特徴として残る可能性があるのだと彼は述べています。哺乳類の頂点捕食者の多くは獲物を追いかける必要があり、もし角があると目立ちやすく獲物に見つかる可能性が高くなります。このような理由からも哺乳類では総じて角のある捕食者がいないのだと考えられます。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。通知もオンでよろしくお願いします。サブチャンネルの登録、 X のフォローもよろしくお願いします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。